こんばんは。今回ネロが新規したので使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、ということで試合の方見ながら喋っていこうかなと思うんですけど、ネロはね、まあ、正直そんなに使い方は大きく変わってないです。ただまあ結構いい調整もらったので、まあ、どんな感じか見ていこうかなと思うんですけど、まずね、一番目星いいものとしてはスタミナが 1000% まで回復可能になりました。もともとオーバフローキャラではあったんですけども、 1000% まで上げられるようになったので、その分ね、そのパーセントに応じて強くなったんですけども、 500% になると、元々ただのビームだったのが高圧効果がつくようになりました。なので、まあ、ダメージだけじゃなくてっていう感じになるのかな。はい、ということで、まあ、そんな感じで見ていくんですけども、なんかビームになんかその空中性っていう効果があったような気がするんですけど、それってなくなったのかな、表記でなくなっただけなんですかね。なんかその空中性ビームっていう記載がないんですけども、どうなんだろう、空中じゃなくなったのかな、わかんないですけど、まあそんな感じで、まあビームがとりあえず強くなったので、まあそうですね、もともと削り性能は高かったんですけど、まあ、さらにビームでの削り性能が上がったのかなと思います。あとは、まあ、無難に強くなったって感じですかね。まあ、エリアとか色速度アップとか、あとは、ま、軌道が見える、あとジャストが打ちやすいとか、飛びつきした時のスタミナ消費量軽減とか、まあ、硬直無効とか、ダイレクト無効とか、結構いいものは持ってるんで、まあ、使える方とからしたら、まあ、結構いいキャラなのかなと思います。ただその、ルカのジンとか、まあ、ティナのダイブとか、そういった補給性能っていう面ではちょっと低いので、まあ、結構 PS がある人用にはなるかなとは思います。ちゃんと補給さえできれば、かなり強いキャラだとは思うので、まあ、そうですね、ボックスに眠ってる方は使ってみてもいいんじゃなかろうかと思います。これを機にね、ボレーを練習するっていうのもありだと思うので、そうっすね。やっぱ削り性能が強いから、まあ、その、ティナに関しても、バリアさえ剥がせれば、だからバリア、あれバリア貫通してた、さっきもしかして。やけに枯れると思ったけど、あ、これバリア貫通してるな。多分空中地面無効じゃ防げないんですね。だから、まあ、枯らして枯らしてって感じなのかなと思います。はい。で、まあ、基本的に、そうですね、まあ、ティナ側からしたらドリンクの頻度次第なのかなと思います。この試合だと結構ドリンクが来たので、まあいい感じに試合を運ぶことができたんですけども、そうだな。ドリンクが来なかったらめっちゃきついと思います。ほんとドリンクの頻度次第、頻度次第ってところかな。はい。うん、ドリンク来ないとこんな感じでボレでやられてしまうので、まあドリンク依存になってしまったって感じかな。だからティナにもともと悩まされてたよって方にとっては、まあいいキャラなのかなとは思います。ほんと削って、まあ、倒すことができるんで。まあ、そういった点ではいいかもしれないですね。はい。ということで、まあ一応この試合では、いい感じでドリンクが来てくれたので、まあ、勝つことはできたんですけども、まあ結構負けた試合もあったので、そうですね、ちゃんとスペシャルさえ補給できればいけると思います。はい。まあ、スタミナが枯れる分飛ばすことが可能になると思うので、まあ、それで枯らして、で、まあいい感じにボブフロで決めていくって感じになるのかなと思います。はい。で、次が、さっきは初手で使ったバイスを、まあ、ずっと使っていくって感じで、まあバイスでそのどうだろうな、削れるかなって感じでやってみたんですけど、バイスはね、自分接触回復とかは何一つつけてないんですけども、なんか枯れませんでした。なんだろうな。ジャスト率のなんかあれかな？ジャスト率があんまりないと、あんま削れない可能性があるかな。ジャストをちゃんと打てれば、まあ、枯らせるのかもしれないですけど、まあどうだろうな。こちら、シャン式持ってるんで、まあその、カーブとか打たれても全然取れちゃうんですよね。だから、そうだな。まあ、ジャストをどれだけ出せるかかな。まあ、ジャスト出しても、でもそんなに枯れてる感がないから、バイスに接触回復とかつけたら耐えれちゃう可能性はありますね。まあ、その自分はあの対決ルカ対策であの軽減吐かせたりはしてるんですけども、そうっすね。接触回復バイスとか来たらなかなかきつそうな感じはします。ただ、まあ、一応枯らすことは可能ではあると思うので、対策っちゃ対策なのかな。なんとも言えない感じはしますね。ちょっとこの試合だと枯れなかったんですけど、さっきの試合みたいにアレスだったら枯れるのか、どうなんだろうな。なんとも言えない。ジャストでもそんなに枯れてる感じがしないから、どうだろうな。ティナは枯らせたんだけど、バイスがなんでか枯れないっすね。なんか、そういうのなんか無効化する効果とかありましたっけ？まあ、こういうのもスマッシュできるんで、っていう感じっすね。まあ、ドリンクが全く来なければ枯れるんかもしれないですね。はい。ということで、最後に、ここまで使われてみただったんですけど、使ってみたをしていこうかなと思います。相手は対決するかですね。はい。
ということで、あとなんか解説するとこはあるのかな。まあ不要無効がついたりとか、結構エリア関連が多いのかな。だからエリアは広いかもしれないですね。あとパラメーターも高いので、まあ、オバフロと合わせてスマッシュがかなり早いかなと感じました。なので、そうですね、パラメーターアップはそのタイルかでも結構役立つんですよね。そのやっぱアレスとかってパラメーターを上げる分、まあ相手とステータス差ができるから火力が伸びるわけですけど、まあ、こちらもパラメーターを上げればそのダメージもちょっと抑えることができるんで、まあで抑えるっつってもな、めっちゃ食らってるんだけどな209とか食らってるんだけど、まあその分まあ回復とかもあるんでそれで耐えれてるって感じですかね。まあそのおかげでその 500% までいくことってあんまりなかったんですけど、まあでも耐えることができるから、まあ耐えるか性能は結構高いのかもしれないですね。はい。まあ基本的には PS なので、まあ、取れなかったら勝てないとは思うんですけど、あそこかな、ちゃんとオンザも取ってっていう感じですかね。あとはジャストをどれだけ出せるかかな。なんかちょっと出しやすいらしいので、たくさん出して削っていきましょうって感じかな。ただ、思ったより多段しないとそんなにダメージが入んないのかな。なんか全然枯れてないですもんね、なんか。で、SS が飛んできてしまう。ちょっと前から撃たれちゃうとさすがに、まあ着弾の関係でちょっと見づらいので、まあ、SS が来そうだなって思ったらロブとか上げてあげるといいのかなと思います。はい。あとは、なんかあるかな。基本的にはそんなとこかな。あ、そうだ。ストームをゲットしたから、まあ一応ストーム役として使うこともできるのかな。まあ、SS を使わずに耐えて、相手がなんかインデとか打ってきたら、まあストームを返してあげようとか、まあそういうストーム役にもなってくれるのも結構ありがたいかもしれないですね。はい。一応今回は、ドレインでやってみたんですよ。なんかもともとドレイン持ってそうだったんで、ブレスト合わせてやってみたんですけど、そうだな、まあ普通に増加とかで回転上げてもいいかもしれないですね。まあその、お試しでね、一応ドレインにしてみたんですけど、まあ、そこはお好みかなと思います。初手から使うならやっぱ増加があった方がいいんですかね。やっぱ増加無効とかないのであれば、吐かせたいとこではあります。はい。あとは、できるだけジャストを出して枯らしていきたい。ジャスト。結構枯れてますもんね。赤まで持ってきたんで。まあ、削り性能自体はやっぱだいぶ高いのかなと思います。はい。ということで、こんな感じで、まあ、そのギミック耐性とか持ってたとしても、それ貫通してなんかビームが効いてくれるので、なんかそのおかげでなんか枯らすことが、ま、しやすくなったのかなって印象です。まあ、その、まあ、変化はそんなないかもしれないけど、まあ、無難に使いやすくなりましたって感じかなと思います。で、一応試合中にも言った通り、ブレスにドレインつけてみたんですけど、まあ、普通に増加とかでいいんじゃないかなとは思います。で、ここもちょっとドリンクモリモリにしてみたんですけども、あ、これ上条さんの靴なんですけど、まあ、普通、普通に回復系のギアでいいんじゃないですかねとは思いますけども、まあ、ドリンク取っても回復できるように自分は回復モリモリにしてみました。まあ、全然これでもいいとは思います。まあそんな感じで、まあお好みかなと思うので、まあぜひとも使ってみてください。最後までありがとうございました。お疲れ様です。